Hi, welcome back. I'm going to explain to you how you can practice recitation using this program in Japanese. はい、皆さん、ちょっとまた日本語で簡単にこのプログラムの構成、そしてどのように練習できるのかということをご説明したいと思います。まず基本中の基本は英語の学習ですから、英語で理解して、で英語で練習していくということ。当たり前ですけどね。ただこのプログラム見ていただきますと分かると思いますが、私日本語で、今も日本語で説明してますが、日本語で解説しているビデオも入れてあります。で基本はですね、最初に日本語の解説でどういうものを勉強してもらうかということを説明しています。普通はですね、英語があってそれを全部日本語で解説する、で日本語で理解して終わるっていう、まあ、ものが、いろんな教材だとかで、ね、あると思いますけど、逆に最初は日本語で簡単にバックグラウンドを理解していただいて、それから英語で理解してっていうふうにいきたいんです。ですので日本語の解説、まあいらないよって人はもうスキップしていただいて構いません。そのまま英語英語英語っていうふうに見ていただきたいんですけれども、まあ英語だけ、私の英語だけちょっと分かんないよっていう人はですね、簡単に最初に日本語で解説してますので、どういう英語のレクチャーになるのかという内容を、概要を説明してますので、まず日本語で見ていただいて、それで英語を見る。で英語の部分は理解してほしいんです。ここが大切。日本語が理解しても英語が理解しないじゃなくて、英語の部分で理解して英語の部分で練習する、まあ、そういう構成になっているというのもこのプログラムの特徴の一つです。そしてまたもう一つ順番なんですけども、まずはですね、意味の説明をする前に、スピーチの意味の説明をする前に、もういきなり練習から入ります。はい、発音練習、どういうふうに発音したらいいのか、発声できるように練習から入ります。発声できるようになってから意味は何なんだろうっていうふうな流れにしたいんです。英語は英語で理解するというのは、ある意味最初は分からないものを分かるようにしていく過程なんです。分かりますかね。普通はね、まあ、日本人は特にどういうふうに勉強していくかというと、英語があってまずそれを日本語で理解して、それから英語の勉強始めようかって感じなんですけど、で英語の勉強で始まらないと終わってしまう人たくさんいる。日本語で終わっちゃう。これだと英語で考えられるようにならない。で言葉というのは分からないものが分かるようになっていく過程ですが、基本中の基本は音です。音を感じて、そしてどういう意味かなって。我々子供の時そうでしたよね。日本語を学んだのも、学んだ日本語を身につけたのも、初め意味がずっと分かるわけじゃないんだけど、こんな感じかなって声を出しながら、そして意味が後についてくる。ですのでこのプログラムの構成も、まず最初に音の練習をします。でまず発声できるようになります。でできるようになったんだけど、でもっと細かいところ何言ってんのかなって分かりたいと思った時に意味を見ていただきたいんです。はい、でこのスピーチはですね、難しい単語もいろいろ使われてますので、特に今回は語彙の説明、用法も含めていろいろ解説していきます。すなわち言えるようになってから、この言葉だからこうやって使われてるんだ、こういう意味なんだって分かる、そのステップを踏んでいただきたいんです。まあ、さらに言いますと、老将の場合にはそれ以外のことも学んでいきたい。特に今回地球温暖化に関しての話ですから、まあ、その知識が入らないと彼が実際に言ってる言葉の意味が分からないかもしれない。分かりますよね。ですから徐々にこう意味も深く分かっていくように練習していただきたいと思います。そしてさらにですね、それをどういうふうに言うのか、いわゆるボディーラングエッジ、身振り手振りも含めて、顔の表情も含めてどういうふうに話したらいいのかというのも練習していくように、段階を踏んでね、練習できるようにしてあります。いろいろ他の人も見てると分かることがあるので、コーチングビデオといって、私が今受講中の皆様に実際に来ていただいてね、指導するところもビデオに撮ってお見せしようと思っています。でそういうものも通しながら練習を重ねていけば重ねていくほど、ただ言葉を暗記して、語話のモノマネをして終わるんじゃなくて、自分自身の言葉に変えていく、そしてそこからいろんなものを学んでいけるというのが丸尾章なので、まあ、それができるようなプログラム構成にしています。はい、以上、これは日本語だけでお伝えしました。早速レッスン1からレッスン8まで分かれてますよね。それをしっかりと練習していってください。